で、ここで園田が仕掛けるんだったらこれは想像上がれるぞと思って、はい、上がれなかったんだけどね。これでいいの？トニー11本も、はい、これで、これで、あ、これこれこれ、初ポンして、E ピンポンして、6球層だったの。こんな曲どうでもいいんだけど。あ、E ピンじゃねえよ、パーピンだっけ、忘れちゃった。初ポン、パーピンポンだ。で、赤嘘を引いたんだ。思い出した、思い出した。あ、そうそう、どうすればいいんだっけね。そうそうそう。それで、シャーチャの朝倉さんがシャーポンしたの。そうそうそう。で、捨て牌がめちゃくちゃ一日さんに寄ってるから、はい、満品そう。で、白初チュン切ってるから本一じゃないのね。はいはい、だから、こういう時ってペン三品だの。ペン三品、ペン三万で数層泣かれてないから、下にとにかく寄ってんのね。で、ドラが言いそうだから、はい、朝倉これペン三像とかだろ、どうせって思ってたの。はいはいはい、うん。どうせもうペン三、ペン三、ペン三だろと思ってた。はいはい、うん。まあ、それぐらい。で、あとは、で、これ、ソースがすごいいいから、そうそう。ソースさん、早く、ローソー食わしてくださいよって思ってた。ソースさん、ローソーさん、これ、取りましたよ、取りましたよっつって。はい。そうそう、思ってたの。EP じゃねえよって思ってたの。はい。あ、で、これ難しいのよ。ウーソー2枚切れだから、ローソー食えるならローピン切りなんだけど、やっぱりここではチーソー切って、ウーソー2枚切れなんだけど、やっぱりウーピン引いたらピンズ伸ばすとか、で、やっぱこう、はい、ここがこうしたかったのね、はい。はい。で、俺の手になんでこんな読みが入るかっていうと、俺の手に1、2、3も1枚もないわけよ。はい。1枚もないわけ。はい、こういう時は、もう、朝倉のとこに1、2、3がいっぱいあるに決まってんの。はい。もう、なんて言えばいいの、この理論。こういう話はね、人に話す話じゃねえんだけど、一回、ソーズだけで麻雀を二人でやるんだよ。そうすると、自分がリャンゾー3枚、スーソー3枚とか持ってると、相手はそこ抜けてるから。リャンゾー、スーソー3枚ずつ持ったら、135とか、11335とか、そういう風に抜けるわけじゃん。確率的な引き算ね。で、まあ、極論言うよ、俺が一スーソーあんこなら、2233とか残ってんだよ。そういうの。だから、朝倉の手は、俺、1から4までで構成されてると思ってたの。うん。うん、ピンズがちょっと高めだけどな。はい。ウーワン、チーワン手出しだから。はい。うん。で、あとは手なりかな。で、園田さん、俺、ソース持ってねえと思ってよ。6級生受け、6級層受け残って、てか俺に絞ってんのかな、もう。で、そういう感じ。と思ってたのね。だから、ドラがイーソーやろ。はい。で、最後なんか朝倉にね、一番こっちから手出しされたんだ、イーソーな。ドラのイーソーを。はい。で、もう降りて、まあ、あんまりテンパってねえなと思ったから、イーシャンテンで粘ってんなと思ったから全部ガンガンアブネハイ切ったんだけど。はいはい。うん。で、ここだ、ここで、ここで、園田が仕掛けるんだったら、これは想像上がれるぞと思って。はい。上がれなかったんだけどね。ロッキーソーバンバン打たれてよ。あーっつって。そう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 、あー食い取られたっつって。うん。だけど俺これ上がってないんだよな、多分。確かこれ流。曲です、これ流曲、うん、パピンポンつって、これ流曲。あのね、どうせロウソク食い取られなくても、あのハクポンがなくても、俺カンチーピンに受けてるから、どうせ上がれてないか。あ、なるほど、うん、そうか、ここでシャンポンにするわけないです。で、4枚見えで、この瞬間でもういいや、俺は最中形だから。この時にいつも答え合わせするんだけど、この時に、まあ、園田さんのターツがあのマンズで1ブロック持ってて、で、Eピン統一、Eピン切ってて、マンズで、ソーズは、ピンズが、そう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 、真ん中ら辺持ってんなと思ってたんだよな。うん。真ん中ら辺持ってんなと思ったんだよな。そうそうそう。これ、ウッパーピン、俺邪魔ポンしてんじゃねえか、みたいな。うん。ウッパーピン残ってんじゃねえか、みたいな。思ってたんだよな。はい。で、朝倉は1から4までで構成されてるから。1,2,3 の3色なのか、2,3,4 の3色なのか知らねえけど、3色が崩れてるかもしれねえけど、ペン三像か、カンリャン像が残ってる。イーソーは1枚持ってる。ほいで、ピンズは、下。うん。マンズが、まあ、イースワンターツとかかな。うん、ペン3万とかかな。はい、うん。じゃあ、答え合わせすればいいの。じゃあ、萩原さんはよくピンズがいっぱいよくわかんなかった。萩原さんはちょっと。上のハイマーク。はい。ほら、1,2,3っぽいだろ？言ったら、ほら、カンリャンゾペン3万あるだろ？ほら。これね、1から4で構成されて、ほらな。これ、もうズバリ読めてた。全部。朝倉の手。萩原さん手はちょっと、読めないわ。これ読めねえわ、さすがに。園田さんは、ほら、ピンズがあって、
マンズが2ブロックね。マンズ1ブロック2ブロックちょっと読みづらいね。うん、浅くなって読みやすかったな。ウワンチウワン手出しが簡単だったな。うん、それからなんで俺の6球層いそうじゃねえか、あと3山じゃねえか。なんでバンタビ上がれねえの。僕もこれチラッて見てたんですけど、うん、あ、これ上がったなと思った。ほらパピンジャマポン、ほらパピンジャマポン、あ、本当だ、ほらパピンジャマポン、それでここ欲しいだろうって思ったもん俺。ジャマポンっていうか園田さんは一つもリアクションしてないよ。微動だにしてないよ園田さんは。うん、園田さんちゃんと切られてからちょっと置いてからチーっていうタイプだから。うん、これはイージーだったね。うん、まあ、こんな曲はどうでもいいや、もうあと終わったから読めてりゃそれでいいんだ俺は。ちょっと次の曲、手配伏せて、はい、次曲言っていい。もうこの曲どうでも興味ないから。あとそう、脳天って確信できるところがたくさんあったんだよ。なんだっけな、まずウーワンにチーがかからない、で園田さんがウーワンを切る、でこの辺から多いテンパってになって朝倉と園田、まあ、全員そう思ってるはずなんで、うん、でこれチューン手出しで、朝倉さんが2枚切れのチューン手出しで、園田さんここでウーワン切った後にパーマン切ったんで、これ貼ってねえなって思ってたの。だから俺もイーソー切っちゃってるのよ、ドラのイーソー。うんうん、まあ、答え合ってっからいいや。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。こっちの動画も見てね。